今回ついにサンリオピューロランドでシナモロールと念願の初対面をしに行こうと。あっさりで。シナモンロールちょっとなんか似てる似てるみたいなことを、だからシナモンロールと友達になる。あーだけど、その前にね、ちょっと寄り道もしたいなと思ってまして、ピューロランドの近くの稲城市、この時期なんか梨とぶどうが美味しいことで有名らしいので。美味しいことで有名、いいねー、秋の味覚じゃないですか。そう、だからなんかその手作りなんかちょっとすげえ感覚読むじゃん。ショップが大丈夫大丈夫、ちゃんと読めてるから。ちょっと途中で寄ってみようと。おー、いいね、いいね。時間がありますので、車内でゲームでもしようかなって。みんな食べれても面白くないんで。そうだね。あ、じゃあ罰ゲームっていうか、負けた人はもしかして食べれないとか。全問正解でございます。とにかくもう最下位の人はもう食べれません。以心伝心ゲーム、おー、全員で回答をまあ合わせるっていう。はい、だから誰か一人がお題を設定して、その人が書きそうな答えに合わせに行く。意思疎通みたいな感じ。そういうことだ。もう俺らだってどんだけさ、そうだよ、スノーマンでいると思う。そうだよ、楽勝だよこんなもん。え、それ何回戦一回戦。あ、じゃあ一人一回できる。まあ一人一回。一回戦やって、一番点数が低かった人が今から行くスイーツを食べれない。ああ。クレイジーな企画だな。うるせえお前。1週間ぐらい会ってないんじゃない？会ってないでしょ。久しぶりや。俺らの意思疎通がちゃんとできてるか心配なんだけど。1週間だけで。めっちゃ仲いいじゃん。あえてグループに関係ないことを言こう。あ、いいと思うよ、いいと思うよ。秋の定番の旬な食べ物といえば、あ、もう決まったよ、秋だぜ。いきます。はい、せーの、オープン。はい、ででん。佐久間柿、柿、翔太焼き芋、阿部さんま、光さんま、ふっかさんま、松茸。やった、ちょっと松茸とお前やったろ。ってことは待って、簡単に言うとポイント入ってるのは阿部ちゃんと光と俺だけってことよ。イエーイ。待って待って、伊達さんさ、ロイヤルすぎない？松茸って逆にいつ食べんの？今でしょ、今でしょ、今でしょ。6択です。6択ある。多いな。東京 B 少年の推しメンといえば。え、誰の誰の誰の、自分の、自分のでいいの？阿部ちゃんのじゃなくて自分のでいいと。自分のでいいと。せーの、ベン。佐久間宇希賞、翔太岩崎大将、阿部大将、佐藤龍がシルベ大将。じゃあ大将を書いた3人が1ポイント。じゃあ龍がとシルベ一緒だ。ちょっと待って、ちょっと待って、一回シンプルに俺から言っていい？他の選ばれなかったやつがかわいそう。これに関しては多分6人がそれぞれ行けた方が良かった。みんな好きなんだよ。その中でもみんないい子たちだけど、その中でも一人選ばなきゃ。そうそうそう、大将って書いた人いる。はい、ほらはさ、少年たちとかでも多分一緒だったと思う。少年たち頑張ってくれたよね。そう、てかそもそも俺らのさ、少年たちに大将が出てくれたじゃん。まずその大将の場にやっぱ応援に駆けつけたあいつらが、まず全員優しい。エモいね。エモい。いい子なの？純粋にいい子なの？エモみ。みんないいんだよ。フッカはなんでシルベって。シルベスタスタローンですか？ゼロ、違う、シルベスタスタローンではない。なんでそんなごつい方出てきた。俺もうほんとね、このドラマのね、美少年じゃねえじゃん。ファンなの、ファンでずっと見てて、あいついいとこ行って、俺も出たかったこの役でって思いながら見てたから。ってことは加藤くんじゃないってことですね。ちょちょ、加藤、あ、はい、次行きます。やべえやつじゃん。浮所くんとのエピソードなんかありますか？あ、そうですね。あ、いいじゃん。一番最初にこう気になったのは、ライブをやってて、で、俺らがスノーマンがはけて浮所出てきてハーモニカ吹くっていう。おい浮所っつって、その終わった後に、お前あのハーモニカの吹き方めっちゃかっこいいから、あ、もっと頑張ろうっつって。俺がそっからあの本番中ずっと袖でずっと見てる。ハーモニカのその指導というか、なんかそういうのを。そう、もっとこうした方がかっこいいよ。え、ちょっと、ハーモニカあなた吹けるんですか？いや、吹け、全く吹けません。もう詐欺ですよ。まあこれ別に誰かに合わせようって気持ちでも大丈夫ですか？大変だな。1ポイント今、優しさポイント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 だったら。カメラマンのフォローをするっていう。いい、好きなお寿司のネタ。あー、せーの、でん、でん、大トロ、イクラ、イクラ、イクラ、おい、ウニ、イカ。いやー、ウニとこ迷った。
うわ大トラちょっとないよ。なんでだよじゃあ大トロ食う時はもうあれって油甘いから、うん、俺醤油つけずにそのまま食べる。おお。いいとこのお寿司だ。ああやっぱもちろん宮田君に連れてってもらったから宮田君またお願いします。好きなスポーツは？いや一瞬して普通のやつ。まあでもじゃあ好きなスポーツ行こうよ、うん、まさかお前絶対お前好きじゃねえだろやっぱりそこで手間取るの。えさっきも王様ね、王様、王様求めるの。そっちだっけ。王様を求める。いや王がでかい。ヤオウでほしい。ヤオウってなんだ。せーのベン。あー当たった伊達さんから言っていくと、サーフィン、バスケ、ボルダリング、ボルダリング、バスケ、ヤオウという野球だよ野球。でも俺一番ヤオウやってみたい。ラストホールドの DVD& ブルーレイ11月7日発売です。来た、やめろよ。買ってください。買ってください。今日、はい、僕は集合場所まで何で来たでしょう。うわーとってどれだそれはもうゆっくしかないでしょ。多分今までのスノーマンの YouTube 見てる方でもどれでも分かるやつです、ね。普通でしょ。伊達さんが何で来たか。こんなサービス問題ないね。だって問題的なもっと簡単さで言ったら、はい、ジャニーズ事務所の社長は誰でしょう。あ、まあまあまあそうそう。いやそれレベルだマジで。一般常識だマジで。じゃあまず伊達さん以外逆に出してみます。そうですそうそうそう。せーの。はいはいはい、ハクマ。ちょ待って待って待って。電車でしょお前さ。貴族だよ、うん、貴族だよ。いやいやいや貴族だけど普通にだよ。伊達さんの答え見てみよう。答え見てみよう、はい、うん、オープン。車。ちょっと待ってくれよ。いつもの白馬はどうしたどこに置いてきた。一回整理していい。俺はフッカもちゃんと白馬って5人が書いて、伊達さんがオープン電車っていうオチの予定だったの。まあそれはあの僕も思ってました。どうするどうする。しかもさ、そのうちさ、うん、振ったの俺だったよね。うん、うん、そうだよ。これじゃあ逆にもうフッカ以外全員に1ポイントイエーイ。じゃあ最後の問題の前にみんなのポイントを。佐久間は1、僕4ポイント、阿部5ポイント、俺6、俺3、2。じゃあ最終問題どうします。どうする。問題は佐久間さんいいっすよ。なんと何ポイントですか。3ポイント弱え。しかもお前もリアルでしかもお前ガチガチに勝ちに来ただからこれ多分問題にかかってるよ。佐久間が勝ってるかどうか。好きな車の形ちょっと待って。本当に最後それでいいの。本当にいいの。お前本当にそれでいいの。絶対違うと思う。絶対違うと思う。そんな難しいのって何でもいい。好きな色とか。好きな惑星の名前。ちょっと待ってよ。宇宙神話。いきまーす。せーの。でん。あれ月、太陽、火星、天王星、水星、地球、全員はず。でなんで でこっから行くよ。まず太陽は惑星ではない。太陽は恒星です。月も惑星ではありません月は衛星。大丈夫、衛星なので、佐久間の天王星は真ん中の漢字が違います。ふざけんなよお前。ということでフルーツを食べれないのは佐久間さん。稲城市が梨とぶどうが有名なんです。あ、そうです。稲城市の特産品が梨とぶどうなんです。特産品、ね、稲城で採れてるぶどうは高尾ぶどうっていうぶどうが主に採れてるんですけど、高尾ぶどうは種なしのぶどうで、あー美味しいね。香りが強くて非常に美味しいと言われてます。罰ゲームになった佐久間くん以外で目大丈夫ですか。いただきます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 。いやーこれは美味しそうだわ。誰から。いやいや、翔太が食べたの。梨のショートケーキ。じゃあまずやっぱ梨からいただきます。どうした。うわ絶対うまいよね。うまい。
俺はそれ来ると思いました。あの含まれてる水分量が普段食べてる梨と違う気がした。あーなるほどね。もうコメントじゃないですね。これコメントじゃないよ。これなんか梨ジュース。うわー 100% 梨ジュース。いやそれはうまいぜ。もうねこれ一口食べて一口飲んでもう1年分の梨食べた気持ち。ちょっとみんなも食べてみて。食べてみようか。これは俺は梨とぶどうの杏仁豆腐。あでも両方入ってる。両方入ってんのよ。超お得じゃん。うわーうまそう。今ぶどういったね。あのね100個食える。これ100個食える。これ手さんのぶどうのショートケーキ。うわあ。もうまずフレッシュだよ。あーまあねまあねまあね。もうねでも種がないってさっきね、おっしゃって、うん、そうだね。そのままいける感じだから。おお。かぼちゃ行ってみる。かぼちゃ行く。かぼちゃ行くか。いい、うん、まあ秋だしハロウィンだし。うまいね。おい。ちなみにかぼちゃのモンブラン、うん、うまいよね多分。ハッピーハロウィーン。ハッピーハロウィーン。ハッピーハロウィーン。見た目以上に濃厚。ああ。中も結構ね。ああ、中も結構ぎっしり。凝縮、凝縮系。で、阿部さんの梨のチーズ。そう、梨とチーズ。うん、うん、不思議。どうですか。不思議。あらま、なんか最初に梨の爽やかさがブワーってくるんだよ。ほうほうほう。それをクリームが一瞬にして包む。なるほどね。これマジで食えない。じゃあげるよ。あ、マジか。いただきます。ダーン。ちょっと待って、一回整理しよう、整理しよう。ダーンって何。うまい。まあまあ、ふとねこう思ったんだけどさ、こうみんな結構コメント欄とか見てる、うん、これは結構、まあ、みんなも見てると思う、はい、俺もよく見るんだけど、まあ、せっかくだからそのコメント欄にこうなんかコメントをしてもらってその質問に答えるっていうのをちょっとやりたいなと思って。それをもう一つの回、はい、としてね、回としてと近々アップしようと思ってやりましょうよ。いるので、はい、どんどんねみんなコメント欄にちょっとコメント、うん、質問っていうか、まあ、何でもいいですよ。深澤くんかっこいいとか、うん、どうしたらそんな風にかっこよくなれるとか何でもいい、何でも本当どんな質問でもいいから、なるべく多くの皆さんね返せるようにね、はい、するので企画をなんか提案してくれるのも、企画募集っていうことで、皆さんからのそのね企画がいい案あったら送ってください、ぜひ、うん、ね。そういうのも含めてコメント欄にぜひ書いてよろしくお願いします。お願いします。待ってるぜ。佐久間すごい、翔太がありそうだよ。あ、結構あるよ。俺も騙されんねん。いやでも、でもいや本当に一回いいよ。いただきます。あ、それ食っちゃったら、あ、食っちゃったら、お前食えないよな。